百田直樹、安倍首相にメールで消費増税中止を要請。本日、百田直樹さんがツイッターにて、これまで私は消費税を上げるなとツイッターや虎ノ門ニュースで何度も主張してきたが、ここに来て増税される見込みが濃厚という、もうやもてもたまらず、ついに安倍総理に上げないでくれと直接メールしてしまった。もちろん私のメールには何の効果もない。しかし、 そうせざるを得なかったと発言をいたしました。この消費増税によって確実にですね、国民の生活が悪化すると思われますが、マスコミ、特に新聞は軽減税率が適用されるからなのか、この消費増税を批判しておりません。政府は事実上の移民から確実に税収を得る手段として、 この消費増税を考えている可能性がございますが、社会保障のために増税するというのであれば、増税をせずに社会保険料を上げるという手もございます。景気の木は気分の木です。消費増税よりも社会保険料の増額の方が同じ負担額であっても、日々の買い物では気分的には良いはずです。 政府には今後の日本経済に大きな悪影響を与えるであろう消費増税についてぜひとも見直していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。